いはいはいはい、韓国アイドル BTS ザワー、皆さんお待ちかねでございます。韓国アイドルとジャニーズをぶっ潰せ、韓国アイドルとジャニーズをぶっ潰せ、はい、嫁がジャニーオタ、娘は韓国アイドルオタクという、そういう状況によりですね、韓国アイドルとジャニーズを潰さなければならないというですね、深い業を背負ってしまった私闇駒がですね、この間ですね、この間ね、ジャニーズを潰すことには成功したんですよね。ジャニー喜多川のですね、異常行動がですね、ついに世の中に広まりましてですね、そのうちの1個はですね、これね、なんかジャニーズの男の子たちですね、毎年で毎年100人から200人くらいですね、ジャニー喜多川の家でですね、抜き抜きポンをですね、強制されていたということなんだけども、どうもね、お風呂に入った後ですね、古いゆるゆるのブリーフを履かされてですね、何やらプレイに及んでいたそうでございますわよ。はい、この情報が流れてですね、うちの嫁はですね、もうね、ジャニーズのことをね、口にしなくなりました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、こっちに帰ってくるかなと思ったらですね、でもね、佐藤健、佐藤健を、また佐藤健とか言い始めてですね、どうしよう、どうしようと思ってね、なんとか健を潰さなければと思ってたところですね、広末の件が出てですね、なんか佐藤健のこともですね、なんか微妙な感じになっておりまして、嫁は俺のところに帰ってくるかもしれないぞ、次は娘だという形で、なんとかしら、うちの娘には韓国アイドル、韓国アイドルにやたらとハマっておりましてですね、なんとか BTS を潰さなければならないと、皆さん BTS って知ってます？なんかね、ほら、原爆 T シャツ有名ですよね。原爆 T シャツでですね、日本人をですね、やよりまくったこの BTS。あと、こんな話もありましたね。このネタはね、ガチでやばすぎてですね、口にできません。これ、どこの組織かわかるよね。やばい組織です。これ、やばい組織ね。これ何が良くてですね、何が悪いのかわからない、アホ集団 BTS。こんなものにうちの娘がハマってるのかと。その BTS がですね、ついにやらかしました。見た、これ、はい、ですね、韓国がですね、これ、ね、BTS がですね、プロデュースをしているのかな、BTS をですね、これ、ね、パッケージしているですね、韓国製のバナナ味の牛乳から大腸菌が出ました。大腸菌ですよ。これね、ガチで命に危ないので、死んでも買わないでくださいね。これ、あれかな、大腸菌ってことはあれだよね。あれってことだよね。これ、飲酒されてるこの子たちのあれがですね、一つ一つに入っているという、そういうプレイ商品だったのかな、でもこれ食品安全衛生なんたら法にですね、違反しましてですね、現在ですね、消費者庁が大あらわ、日本の消費者庁が大あらわでですね、リコール情報サイトにこの情報を載っけまして、今ガチの回収中、冗談じゃないですよ。これね、ガチガチに大腸菌群が出ましたので、ガチの大腸菌群出ましたので、命の危険性がありますから、皆さん買わないでくださいね。これ知らない人がいたらやばいと思ったらね、動画を作ってますからね、これね、今ね、消費者庁がですね、ガチでですね、韓国製のですね、ビングレという会社なのかな、これバナナ味の牛乳、ガチで大腸菌が出ておりますと。はい、もう一個一個にですね、BTS の写真が刻まれておりましてですね、大爆笑だね。だからこれ、あれなのかな、これ、この子のあれが入ってる。この子の、が入ってる。この子の排泄物が入ってる。そういう商品だったのかしら。おー、なんとも興味深い。どうもやめてくださいね。ございます。なんでシー君なのか、それはここでは言えないよ。でも界隈では有名な話だよな。ウグイスなりの女王様は元気か、シー君が。やめとこうか。ということですね、これね、小崎奈々さんね、韓国情報に非常に詳しい小崎奈々さんがですね、これ見事にお知らせしてくれました。で、これさっきも言いましたけれども、ガチの情報です。これガチで、日本のですね、消費者庁がですね、韓国製のですね、このビングレ、バナナ味牛乳ですね、大腸菌が検出されたという形で、今必死で回収と返金を進めている最中ですので、万が一買っている方がいらっしゃったらですね、もうそれはうんこですので、いや、それうんこだからね、いや、それうんこなんだよ、それ、いや、そういうことだよ、大腸菌が出たってことはね。だからですね、速攻でですね、回収してもらってですね、返金をしてもらってください。その小崎さん、何があったの、小崎さんのツイート読んでみましょう。行く、はい、日本に輸入された韓国のバナナ味牛乳から大腸菌群が検出、はい、食品衛生法違反で回収になりました。当該製品はですね、滅菌パック加工牛乳製品で、製造会社は流通過程の外部衝撃で大腸菌群が発生した。何を言ってるのかな、流通過程の外部衝撃で、大腸菌が発生、運んでる時にですね、何かにドーンってぶつけたらですね、大腸菌がワッサーって出たってこと。魔法みたいだね。まあ、ノーベル賞取れるんじゃないの、それ。ね、最初から大腸菌が入ってないとですね、ワッサーと出ないんだよね。大腸菌がゼロのところがですね、いくら何かにぶつかったところで、それが理由で大腸菌が出る。そんなわけあるかいと。最初からお前バナナミルクの中にお前うんこ入っとったんだろ、そういうことだろ、この野郎。釈明をしましたが、言い訳にならない、そしてそりゃそうだよね。小学生でもわかるよね。物にぶつ、バナナミルクを落としました。大腸菌になりました。そんな話、誰が信じるって話だもんね。はい。もうね、福島のことをですね、わー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 言うよりは、自国産の食品に注意をするべきじゃないですか。ナイスアドバイスです。まだまだあるよ。はい。回収されているのはですね、韓国ビングレ社。ビングレという会社なんだよね。
の、バナナ味の牛乳でございます。同社はですね、流通過程の外部衝撃が原因であるとしましたがね、そんなわけないか。昨年の末にはですね、韓国国内で同社のですね、アイスクリームから鉄粉が見つかったはい、アイスクリームの中に鉄が入ってたんだって。すごいね。今回の言い訳もですね、滅菌製品なのに大腸菌群が発生したということに食品会社として適切ではないというですね、もっともな指摘がですね、韓国国内からも出ていると。はい、当該商品はですね、 BTS ですね、BTS のなのかな、 BTS なのかな、どうなのかな、 C 君外国人なのかな。BTS の似顔絵パッケージのため製造会社が BTS の名声を汚すとの批判もあると。一方ですね、韓国は科学的なデータを無視して、福島産の食品の輸入禁止措置を継続中でございます。EU がですね、福島産食品のですね、輸入規制を撤廃したんだよ。これ知ってます、知ってます。 EU はですね、もう福島産の食品は安全だという形で輸入規制撤廃しますからね。よかったね。はい、日本がですね、自分たちに圧力をかけてくるのではと心配をするが、理由なき放射能デマよりもまずは自国の食品をですね、心配しなさいというお話でございますね。アホでしょ、アホでしょ。ちなみにね、一応ね、ついでだからね、ちょっと言っとこうと思ってですね、韓国の食品ってガチガチにやばいから、これ後でこの文章読んで終わりにするか。この文章読んでみる。これね、何かっていうと、韓国がですね、の食品で今までね、大腸菌が出たりとかしてですね、問題が出た商品群なんですよ。で、これね、読もうかと思ったんだけど、もうめちゃめちゃ多いんだよ。めちゃめちゃ多いから、今回と同じ大腸菌群が出たですね、食品だけ紹介していきます。はい、まずはチャンジャですね。これ冷凍のチャンジャから大腸菌群が検出。はい、鶏貝の冷凍大腸菌群が検出。アイスクリーム大腸菌群が検出。ちなみに原因特定できず怖。煮アナゴ大腸菌群検出。ハンバーガー用のバンズ大腸菌群検出。赤貝大腸菌群検出。茹でガニ大腸菌群検出。サヨリ大腸菌群検出。あとどれ、韓国風のおでんからも大腸菌群検出。そして韓国の白菜キムチからも大腸菌を103が検出という形ですね。なんかうんこして手洗わないのか。お前らうんこして手洗わないのか。いや、そういうもうあえて混ぜてるのか。そういうなんかこう粉飾文化があるんですか。いや理解はできるよ。日本の有名な政治家もですね、粉飾のね、排泄物をパクジョーというふうにしてるから、そうか、お前のせいか、シー君。なんか分かってきた。この日本の有名な政治家がですね、排泄物をパクンチョーとか言いながらですね、わざわざお金を払ってですね、一皿20万円もお金を払ってですね、そんなもん食ってるからですね、韓国の方がですね、これね、勘違いをしたんじゃないのかしら。その可能性ございますよね。じゃあもう、この責任はすべてシー君のせいという形でですね、何を言ってるんだ、俺はずっと。せっかくだからこれ読んでみる。これね、4年くらい前でですね、この時もね、大騒ぎになったんだけれども、この時にすげえやばくって、糞尿汚染地域、糞尿汚染地域ですよ。わかります？言葉わかる？糞尿汚染地域ですよ。糞尿汚染地域で採取をされた、韓国産の貝類の缶詰、アメリカのですね、FD、アメリカの食糧なんたらっていう組織があるんだけれども、これが脳通告しました。はい、これをさ、短い記事で、これを読んでですね、韓国製品というのはどんだけ危ないのかということをですね、ご理解いただいた上でですね、この記事は動画終わりたいと思います。いきますよ。はい、糞尿汚染水域で、採取をされた韓国産の貝類の缶詰、アメリカの FDA が、FDA 化が脳通告だという話でございます。はい、輸入食品の安全性といえば、これまでは中国産の食品の問題ばかりが取り出されてきましたが、見逃してはいけないのが韓国製の食品ですよね。韓国からのですね、輸入食品は至る所で見かけますよね。それに伴って様々なトラブルが発生中でございます。はい、今回もうんこが出ました。財務省のですね、調査によるとですね、韓国は日本の、製品輸出先として、中国、アメリカ、オーストラリアに続く4位でですね、その輸入額はですね、年間3兆円を超えております。その韓国産の食品の中でもとりわけ問題が指摘をされるのが海産物ですと。あ、今回は乳製品だったね。じゃあもう全部ダメじゃん。2017年の韓国からの海産物の輸入額は850億円。韓国お土産の定番となった海苔をはじめですね、韓国海苔をはじめ、アワビやカキ、アジまで韓国産の海産物がですね、スーパーに並ぶ様子が珍しくなくなりました。冷凍状態で入用されたですね、茹でガニ、赤貝、煮アナゴ、鶏貝からはですね、大腸菌群がね、養殖の生鮮マスからは基準値を超えるですね、抗生物質性、オキシテトラ、サイクリンなんだこれがですね、日本側で検出されまして、いずれも廃棄処分になりました。韓国産の海産物によるですね、健康被害ももう起きております。2014年日本の和食店で韓国産のヒラメの刺身を食べた複数の客に激しい嘔吐下痢の症状が見られました。原因はヒラメに潜んでいた食中毒寄生虫クドワ、寄生虫がいたんだって。韓国産ヒラメには多く寄生をしておりまして、過去にも同様の食中毒事件がですね繰り返されておりますと。食品の消毒についても違法行為がございました。2017年の2月から3月にかけて日本海の沿岸各地にですね、アングル文字が記載された大量のポリタンクが漂流したそうでございます。
そして、ポリタンクに各社が記名されていた、韓国の化学メーカーは、漂流の原因を韓国海苔の養殖業者が網の消毒に塩酸を使用した後で不法投棄したという主張。もう韓国の海ぐちゃぐちゃになってるんじゃないの。韓国ではですね、海苔の養殖に際して安全性に問題があるということから、同国の法律で禁止をされている、塩酸消毒をする業者が摘発されるケースが相次いでいると。これによってですね、海苔自体から塩酸が検出されるというですね、事例も発生し、韓国国内で問題になりました。そんなもんこっちで輸入していくんじゃねえ、この野郎。はい、韓国製の食品にですね、脳を突きつけた国もございます。それがね、アメリカなんだね。アメリカのですね、食品医薬品局 FDA だね。これがですね、2012年、韓国産のですね、カキ、ムール貝、ホタテなどの貝類は、海洋投棄によってですね、食中毒を引き起こす恐れがあるとして、流通業者の販売禁止を通告。さらにですね、加工処理が施されている缶詰も販売禁止の対象になりました。その際ですね、FDA が出した通知にはこう記載されていました。で、アメリカから韓国はどんな風なダメ出しを食らったのか読んでみる。韓国産の貝類の缶詰は人間の糞便に汚染された水域で採捕された貝類を含むため食用として適切ではない。しかまたですね、生鮮冷凍及び缶詰以外の加工食品には、加工製品にはノロウイルス汚染のですねリスクがありまして、食品としては適切ではないという形でですね、まさかまさかのですね、飼育の食生活をもう全面否定で、これやめとこう、汚いからやめとこう。食品問題のですね、評論家の柿田さんが語ると、韓国はですね、下水処理施設が十分に完備されておらず、糞尿や汚泥を海に流すケースが多いんだ。それゆえですね、韓国近海の海産物は汚染されやすいという現実がありますという形で、もうね、あのね、もうこんなニュースですね、もう10年くらい前からずーっと流れ続けてるんです。つまり、韓国の食品はもうね、あのね、あのね、信頼しちゃダメっていう話なの。ワンチャンね、BTS のかな、BTS の糞尿かなとか思う人はいるかもしれないけど、そんなの言ってる俺がアホだな。死んなくなってきた。死んなくなってきた。もうやめようか、もうやめようか、これもう汚いな、このニュースな。はい。というわけでですね、C 君だけが大興奮。C 君だけが大興奮。まさかのですね、韓国アイドル BTS のですね、パッケージされたですね、バナナミルク牛乳、牛乳バナナミルク、バナナ味の牛乳からですね、大腸菌が出ました。大腸菌が出ました。ご注意ください。C 君ご注意ください。C 君と同じ平成を持ってる方、ご注意ください。彼らの糞尿ではございません。彼らの糞尿ではございません。誰のか分かりません。誰のか分かりませんけれども、出ました。はい、ということでですね、これね、これね、とりあえずですね、ジャニーオタをですね、潰してですね、ジャニーズを潰すことに成功しまして、嫁は帰ってきました。はい、次は娘だ。韓国アイドルのですね、やばいネタ、どんどん放り込んでやろうと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、今日の動画終わりたいと、なんかこれ汚ねえ動画になっちゃう。やべえな、これ。だから、シー君のことを思いついたあたりからですね、どんどん方向がおかしくなってですね、なんか変なニュースになってません？大丈夫？いや、一応ね、もう最後にもう一回言ってるけれども、これね、日本の消費者庁がですね、ガチガチでですね、回収を進めている、本当に大腸菌群が湧いてしまったというですね、やばい製品でございますので、絶対に飲まないで。絶対飲まない。回収がもし遅れてるとしたら、まだね、店頭に並んでる可能性もゼロじゃないから、もう間違えても買わないで。買わないで。これ多分ね、コンビニでも俺売ってた記憶あるんだよ、数ヶ月前に。娘がなんか買いたい言ったらけど、なんか BTS で自然のムカついてから俺買わなかったんだけど、大正解だったな。ということでね、これね、本当のガチのやばいニュースでございますから、皆さん、本当に絶対に買っちゃダメよ。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。